熊本地震の影響で運休となっていた観光特急あそぼーいが、平成29年7月8日から大分阿蘇間で運行が始まり、大勢の観光客が阿蘇を訪れました。4両編成の観光特急あそぼーいは、大分の別府駅を出発し、市民や幼稚園児らが手旗を振って、あそぼーいお帰りなさいと歓迎する中、阿蘇駅に到着しました。あそぼーいは熊本阿蘇間で運行されていましたが、昨年の熊本地震で肥後大津駅と阿蘇駅間が不通になったことから、福岡や長崎で臨時運行されていました。今回 JR 九州と熊本大分両県が共同で展開している GOGO キスマイ熊本大分観光送客キャンペーンの一環として、大分から阿蘇駅までの運行を開始したものです。この日、阿蘇ぼーいには別府駅から乗車した大勢の観光客が阿蘇にやってきました。観光特急阿蘇ぼーいは今年12月24日までの金土日と祝日に、別府阿蘇と大分阿蘇間の2つのルートでそれぞれ1日1往復が運行されることになっており、阿蘇市の観光関係者たちは復興への道が開けたと喜んでいました。